皆さんこんにちは、アゴラ編集長の新田でございます。ということで新元号がですね、令和ということで発表されているんですが、政界もですね、いろいろ反応が出ているわけですけども、やはりもうネットで話題になってますけど、今回話題になっているのがですね、社民党のですね、又市さんのですね、このコメントですね。これ社民党のホームページにも載っているので、見ていただきたいんですけど、この令和の令についてですね、安倍首相は人々が美しく心を寄せ合う中、文化が育つという意味だと説明しますが、令は命令の令であり、なんとなく安倍政権の目指す国民への規律や統制の強化がにじめ出ている感が否めませんということで、なんかすごいなと思って、この根拠というのが特に挙げてるわけじゃないんですよね。これ一応特に例の根拠では全く言及しなくて、ちょっと謎なんですけども、それに比較でしてですね、玉木さんですよね。玉木さんこれ夕方ツイッターで出してるんですけど、令和についてですね、ちょっと長いんで省略しますけど、万葉集とかの話も触れながら、これやっぱりその万葉集のこのコメントがですね、もともとそのこれ中国の古典のものじゃないかということで、いち早くですね、触れてました。これ具体的にどういうことかというと、この秋の発表あったように万葉集の大友旅人さんの歌ですよね、初春の霊月にして気よく風やわらぎという、ここから令和を取ったということなんですけども、玉木さん早い段階でですね、この話触れてます。門前というこの、万葉集から遡って200年ぐらいなのかな、門前のですね、この中国の古典、大友旅人さんのような時代の7時代とかですね、やはりもうこれは教養で中国の古典って読んでますから、でそこを触れてですね、中春霊月時和紙式清しということで、このところから取ったんじゃないかということで、実際そうだというふうに今言われてますよね。で、やはりこの漢籍の部分ってやっぱ昔の教養人は当然あったということで、やはりそういう意味では玉木さんがこれは非常にこのアジア全体もですね、中国も視野に入れてですね、非常にスケール感のあるものだということで、指摘されておりました。でそのブログを書かれて、アゴラでも今朝紹介してるんですけども、本当にこのあたりですね、もう脊髄反射的である社民党とですね、このやっぱりね、日頃持ってる教養ということをです、持ってるかどうかということをですね、この玉木さんはちゃんとさりげなくですね、引き出しが多かった、見せたということで、やっぱりですね、これ教養があるかどうかっていうのは、これね、学歴とか関係ないですね。これやっぱ本当にその人がね、視野を深く持っていろいろ思ってるかどうかっていう、やっぱ問われる男だと思うんで、これは玉木さんよくも悪くもなんかこれネットに気に入れちゃって、玉木さんを見直しましたとかですね、なんで玉木さんはこんなことを言えるので、なんで立憲民主党と組むんですかとかね、よくわからないんで、そういう反応も来てるんですけど、とりあえずいずれにしろですね、やっぱこういう時に、こういう教養が試される局面だとですね、政治家のそれぞれですね、持ってるものがよくわからないということが感じた、今回でございました。